はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は2022年の初詣に行ってまいりたいと思います。それでは早速行っちゃいましょう。はい、ということでですね、2022年の初詣ということで靖国神社の方に来ております。ということで、こちらの靖国神社の方では、まあ、参拝ももちろんそうなんですけど、この靖国神社の方で甘くてあったかくて美味しい甘酒が配られてるんですよね。なのでそちらの甘酒の方も、参拝後の楽しみとして飲んでいければなというふうに思います。それでは早速行っちゃいましょう。ということでね、今1月の2日っていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、そんなに混んでない感じが、やっぱこういうご時世のあれなのかもしれないんですけど、というところで、このご時世なんでね、もしかして甘酒配られてないんじゃないかっていうその恐怖感もあるんですけど、まあ、でも見た感じその出店みたいのはあるんで、まあ、甘酒多分配ってるんじゃないかなと思うんで、とりあえず参拝行ってその後甘酒飲んでいきたいと思います。はい、靖国神社といったらこのめちゃくちゃでかい巨大な鳥居があります。とはいえね、まあ、人そんないないとはいえそこそこやっぱりいますね。1月2日なんでそこそこは人いるんですけど、でも例年っていうんですか、いわゆるこういうご時世に入る前に比べればそこまで人いないかなっていう感じです。ということでね、参拝もそんな時間かからず行けるんじゃないかなという感じですね。今日他にも何個か神社回っていきたいなと思うんで、さっと行ってさっと甘酒を飲んで次の神社向かいたいと思います。やっぱ靖国神社って言ったら桜の開花のやつとか春とかに結構映ったりとか、まあいろんなねところで見たりするんですけど、靖国参拝問題みたいなのとかもあったりとか、九段下駅から近いんで日本武道館とかでライブがあった時とかに、その前にちょっと靖国神社寄って軽く参拝しようかなとかもできたりすると思うんで、結構おすすめです。ということでね、今結構和楽的な音楽がすごい流れてていい感じの雰囲気です。参拝がね、思ったより人めっちゃ混んでたんで、先に甘酒を飲んでいこうかなということで、今年も無事甘酒配ってたんで甘酒飲んでいきたいと思います。ということで無事温かい甘酒をゲットしました。ということで飲んでいきたいと思います。はい、ということでですね、ちょっと場所を移して、先ほどのこの甘酒、全部美味しくいただきました。甘酒って普段あんま飲む機会とかないと思うんですけど、なんか結構みたらし団子みたいな味がして、すごく甘くて美味しくてあったかいんですよね。参拝で並んでる間にめちゃくちゃ体冷えるんで、それを温めるという効果もありますし、麹菌的なやつで体にもいいみたいなことらしいんで、靖国神社に来た際には甘酒飲んでいっていただきたいと思います。はい、ということでですね、ちょっと靖国神社の方が思ったよりこう参拝で人並んじゃってるんで、ちょっと他の神社にも回りたいなと思ったんで、他の神社の方で参拝していこうかなということで、靖国神社では甘酒を美味しくいただいて、ちょっと一旦他の神社移ろうかなというふうに思います。それでは行っちゃいたいと思います。ということで次の神社向かっていきたいんですけれども、次の神社は芸能の神社というか新宿にあるんですけど、花園神社というところに向かっていきたいと思います。というのも俺は今年とかはインタビューチャンネルももちろんそうですし、まあ、企業とかもそうなんですけど、エンターテイメントもやっぱり頑張っていきたいなというところで、芸能の神様というところでエンターテイメントともつながりがあるかなという、エンターテイメントといったらやっぱり芸能なので、芸能の神様の花園神社新宿なんですけれども、そちらの方に向かっていきたいと思います。はい、ということでですね、今新宿の東口の方にいます。アルタとか歌舞伎町とかがある方ですね。その花園神社はこの東口の方にあるんで、そっちの方行きたいと思います。新宿といったら俺がエンターテインメントやってた頃はシアターミラクルさんですとか、シアターモリエールさんですとか、あと芸能事務所関係で言ったら松竹芸能の門澤さんですとか、あとは吉本興業のルミネ座吉本さんですとか、そういったのとかがあったりして、まあ、結構エンターテインメントが活況ですし、ホストクラブですとかキャバクラとかもあったりとか、夜のお店とかもあったりとか、まあ、結構楽しい街というか、そういうエンターテインメントとか、まあ水商売ってなんか言い方悪いんですけど、まあ俺はでもその水商売をリスペクトしてますし、エンターテインメント界芸能関係ですよね、水商売って言えば水商売なんですけど、まあそっち系の仕事にまたいずれ帰ろうというか帰りたいなって、経営とかもしつつそっちもやりつつっていうところが理想なんで、っていうところで芸能の神様と言われているような花園神社にお参りに行って、芸能の運気を、エンターテインメントの運気を上げていきたいと思います。ということでですね、花園神社やってきました。本当ね、街中にある神社なんですよね。早速行っていきたいと思います。ということで芸能の神社の花園神社は、先ほどの靖国神社とかに比べたらそこまで混んでないですね。まあでもやっぱ1月2日ってこともあるので、もしかしたらちょっと混んでるかもしれないんですけど、とりあえず行ってみたいと思います。まあ、そこそこ並んではいるんですけど、まあ許容範囲内なので、とりあえず一旦参拝しておみくじとか買っていこうかなと思います。はい、ということでですね、とりあえず参拝の前に一旦こちらのおみくじの方を買っていきましたので、結果どんな感じだったかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ということでですね、おみくじは大吉でした。ということで、ゆったりした方の運に向かいますが、油断はいけません。正しく生き、少しでも悪い楽しみに浸ることがあってはいけません、ということなので、ゆったりした方の運に向かって
ていって油断せずに楽しく生きていきたいと思います。1月2日ということもあってこの参拝の列もなかなかのものなんですけれども、まあ、せっかくなんで参拝していきたいと思うのでこの列並んでいきたいと思います。ということでですね、無事、参拝してまいりましたということで、本当でしたらこの後明治神宮行こうかなと思ってたんですよね。隣の代々木なので歩いて行ける距離なんですけども、もう時間的に明治神宮の参拝時間終わってしまってるということで、浅草寺の方に、まあ、浅草寺も多分参拝時間終わってしまってるんですけれども、雷門が24時間営業なので最後雷門の方に行って、エンディング撮っていきたいなというふうに思います。ということで本当にね、この芸能の神様、芸能の神様というか芸能の願い事が叶うような神社ということだったので、やっぱエンターテインメント頑張っていきたいなというところがあるので、花園神社に年の初めに来れてちゃんと参拝できて、でしかもねおみくじも大吉引けてということで、願い事が幸運に向かって早く叶うでしょうということと、あと待ち人来たるでしょうということと、あと、商売は密かにすると良いでしょうということなので、まあ、商売はね密かにやっていきたいと思いますということで、浅草寺向かっていきたいと思います。はい、 This is Japanese tourist attractions雷門ということでですね、雷門やってきたんですけど人がめちゃくちゃすごいですね。もう結構暗くなってきたんですけどまだ人がめちゃくちゃいますということで、本日はねいろいろと初詣の神社回ってきたんですけど、最後この雷門でエンディングということで撮っていきたいと思いますということなんですけれどもね、ちょっとあまりにも人多いんでちょっと一旦ねこの、ジャパニーズトゥーリストアトラクションズの、雷門を見ていただいたところで、一旦隅田川の方に移動してエンディング撮っていきたいと思います。それでは隅田川の方に移動していきたいと思います、はい、ということでですね、人混みから離れて隅田川沿いの公園までやってきて今エンディングを撮っております、今日は2022年の初詣ということで靖国神社と花園神社、そしてね浅草寺は雷門だけ行ったんですけど初詣に行ってきました。基本的に俺は学歴もないし IQ は5だし偏差値は25だし骨もないしお金もないというところでもう頼るものが運しかないんですよね。運気上げるという面でも絶対にこの初詣っていうのはマストイベントなんですよ。今日1月2日、2022年1月2日こうやって、無事に初詣行ってきて運気を上げるっていう面ももちろんあるんですけど、ただその全部ね神様頼みとか運任せとかではなくて自分のミッションとか作りたい世界とかそういったものに対する自分がこうやってアプローチしていってこういう風に目標に向かっていくんだぞっていう、まあ、信念とか決意を自分に再確認するっていう面でも、まあ、絶対初詣とか神に誓うじゃないですけど神様に対して自分の思いを伝えるっていうのはね、別にそれは宗教信じてる信じてないとかそれ関係なく自分自身の1年の初めの再確認としても大切な時間なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、初詣まだ行ってないよって方いらっしゃいましたら、お近くの神社などに行って初詣行って、で甘酒がねもし売ってれば絶対甘酒はね買って飲んだ方がいいと思いますので、美味しい甘酒を飲んで素敵な2022年のスタートを切っていただければなというふうに思います。ということで最後暗い公園で逆光の中、ちょっとスカイツリーはね映ってたりするんですけど、このままね動画終わっていこうというところでございます。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。皆様良いお年を。